こんにちは。今日は久しぶりにプランシェの動画です。先日行われたストリートワークアウト日本大会で、私山沢3位になりました。なのでアジアンカップに出場するのに、私自身ももういよいよ本気でね、そのプランシェ鍛えていかないと、まあ、海外で戦っていけないんで、ちょっともう真剣にね、強化していこうと思います。で、今日皆さんにご紹介したいのはこちら、チューブを使ったプランシェを強くするためのトレーニング。これはね、僕体操選手として育ってますけど、体操選手ってやっぱこうチューブを使ったトレーニングをかなりやるんですよ、プランシェ強くするのにね。なんで今日は、ま、今現在タックプランシェ練習中、ストラルドプランシェ練習中、フルプランシェ練習中、ま、どの方でもこれを使ってね対応できるように、これの使い方やプランシェの強くし方ねやっていきましょう。でこういったチューブをどこか引っ掛けるところが必要なんですけども、輪っかは作って中に通して、おそらく多いのがこう足をかけて肩を前に出す、こういうふうにトレーニングされる方が多いと思うんですけど、あれこれだとちょっと実際のプランシェの力のかかり方バランスと変わっちゃうんで、体操選手の脇と首にかけるんですよ。ちょっとやってみますね。脇にかけて首に通して、少しねぶら下げてるところにも後ろめに引いた方がいいかな。これちょっと後ろに足が立っちゃうんで足開きますけど、まあ、こういった形で、でプランシェっていうのはあまりこう10秒とか20秒長く止めるっていうのよりも、いかに最大筋力を高めるかなんで、ギリギリできるかできないかのチューブの強さにしちゃってやった方が強くなります。まず初めにやるのはもうほんと3秒ぐらいしか耐えられないようなきつさでプランシェしてください。はい、といった感じでチューブを使うプランシェのトレーニングやってみてください。今日紹介としてはこれだけなんですけども、ここからはちょっとプランシェのトーク動画にしましょうか。プランシェにおけるよくいただく質問にちょっとお答えさせていただきたいなと思います。まずプランシェどこの筋肉を使ってるんですかっていうことなんですけど、1番は肩ですね。三角筋、この三角筋の全部のにかかる負荷っていうのが一番強いです。あとはこれね、すごい意外かなって思うんですけど、広背筋、この脇の下の筋肉なんですけど、これって、まあ、プランシェのやり方にもよるんですけど、広背筋って、まあ、ほら通常懸垂とかするときに使われるんですけど、こう内旋っていう動作にも関わってくるようになってくるんですけど、プランシェするときって思いっきり胸を含むんですね、いい姿勢ってのは。この時に広背筋がこうグッと広がってくる。僕の広背筋がすごい異常に発達してる理由って、かなりそのね、プランシェで腕立てしてたりやってきてるのが関係してるんですけど、こうね背中を丸める時ってのは実は広背筋かなり使ってます。ほらたまにこう二頭筋が使われるっていう方もおっしゃいますけど、ここ自体は実際には仕事はしてません。二頭筋っていうのはもう解剖学的には何か引っ張るような動作に、関与してるんですけど、プランシェってのは物理的にこう枝が折れるような負荷じゃないですけど、すごい関節に負担がかかるんで、そういった意味でこの二頭が、まあ、引っ張られる、実際にすごい力を、なんていうかな、実際にこう二頭筋の力が必要なわけじゃなくて、ただただ強い負荷がかかっちゃう、痛めるとかそういうだけで、ここの力が必要なわけではないです。あとそうだな、この前昨日僕ベンチプレス何キロ上がるかっていう動画を出したんですけど、そのプランシェとかできるからすごいベンチプレス
もっと上がると思ってましたってご意見とかねいただいたんですけど、プランシェももちろんね、その力絶対的な力っていうのも必要なんですけど、そのやっぱ身長が小さくて体重が軽い方が有利なんで、僕なんか62キロぐらいしかないからプランシェやる上ですごい有利なんですよね。逆にベンチプレスなんかは体重重い方が重たいもの上げれるようになってますから、身長と体重がすごく重要になってくるのと、あとはやっぱね、神経系の発達、これもさっきね、ベンチプレスで言うと、例えばパワーリフターの方ってめちゃめちゃベンチプレス上がるじゃないですか。それはベンチプレスを日々やってればと、やっぱベンチプレス強く なるじゃないですか。プランシェもそうで、日々やってればそのプランシェに必要な筋力っていうのが発達してくるんで、だからいくらこうボディービルダーの方とかパワーリフターの方めちゃめちゃ力あっても、やっぱすぐにはできない、そのプランシェに必要な筋力を体にインプットさせないといけないんで、それにちょっと時間かかりますね。もう一個ぐらいにしましょうか。うん、あ、これね、僕のとこにいただいた質問で、ほら今僕パワーリフティングやりたいってあの動画でおっしゃって言ってて、でなかなかそのプランシェ系とストリートワークアウト系と相性悪いんですよねなんてお話をして、なんでですかって聞かれたんですけど、これね、トレーニングメニューの組み方なんですよ。っていうのも、まず1個はプランシェとかするのに下半身系の筋力が邪魔、筋力っていうか筋量が邪魔になっちゃうっていうので、スクワットデッドリフトっていうのは少なからず影響が出てくるのと、あとはもう肩の最大筋力を発揮させないとプランシェってやっぱできないんですよ。そこにベンチプレスのトレーニングサイクルが入ってくると、そのベンチプレスやった後にプランシェってやっぱなかなか厳しいですね。その逆もそうなんですけど、僕その逆でやることが多い、要はプランシェやってベンチをやるみたいなね、そんなような流れが多いんで、私もストリートワークアウトの大会の1ヶ月前とかっていうのはやっぱり本気でプランシェ強くしようと思ってる時期っていうのは、ウエイトトレーニングとかやっぱ一切省いたんですね。もうっていうのもプランシェやっぱ週1回週2回じゃ絶対強くならないんで、その時ストリートワークアウトの大会の1ヶ月前っていうのはプランシェ系のトレーニング週5回やってたんで、週5かな。そうなってくると、その両立していくのにプランシェ週5、ベンチプレス週3、厳しいかな、ちょっとね。そのやっぱベンチプレスの回復のサイクルってのがどうしても、なかなかその大会で結果を出すっていうレベルになってくると、まあ厳しいかなっていうのを今すごい悩んではいるんですけど、一般的なそのトレーニングとしては全然できますよ。ベンチも、普段の僕はそうですけど、ベンチプレスもやるし、プランシェもやるし、本当にいろんなことやってるんですけど、大会で結果を出すっていうレベルになってくると、ちょっと難しいかなって感じで。今日はね、そんな、本当プランシェのチューブのトレーニングね、と、雑談だったんで、今後もね、ちょっとプランシェ系とかストリートワークアウト系の動画を増やしていきたいなと思ってるんですよ。僕ね、今ね、本気でストリートワークアウトもそうだし、日本でこう自重トレーニングね、さらに流行らせていこうと思ってるんですよ。その自分で言うのもなんですけど、バイオニアになっていこうかなと。やっぱそれができるのって、この YouTube っていう力すごく大きい。でそれができる人ってのもそんなに多くない。自分にはそれができるって信じてるから、それでも本当自分の行動と結果ですよね、結果で証明していくしかないし、やってきますんでね、ストリートワークアウトやられてる方ぜひね、一緒に盛り上げていきましょう。もうそれ流行れば流行るほど、やってる競技者ってのももっとたくさん面白いことができるようになってくるんでね、高め合ってお互いね頑張りましょう。それではまたね、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。